所属する大韓民国のプロ野球チームである韓国プロ野球発足時の1982年から存在するチームの一つカタカナのままトゥサン・ベアーズと表記することもある本拠地はソウル特別市の産出野球場親会社のトサンは韓国の財閥の一つで ソウル、東大門にある総合ファッションモールの通称である、ドータの管理、運営も手がけている。日本では、韓国上中の、鏡月グリーンの製造元としても有名であったが、2009年1月に、登山の種類事業を、韓国ロッテに売却し、現在は、ロッテ種類となっている。久保の初代チャンピオンチームでもある。ハンドボール部門もあり、同じく、 トサンベアーズのチーム名で、ハンドボール、韓国リーグに参加している。エンコチは、球団創設当初は、ソウル特別市を希望していたものの、大田市に本拠を置く球団がなかったことから、1982年から1984年までの3年間は、大田市をホームタウンとし、1985年の、ピングレイイーグルスの創設に伴い、ソウル特別市に移った。 スタジアムは、球団創設から1984年まで、大田広域市の大田販売運動場野球場。1985年に、ソウル特別品格の東大門野球場。翌1986年以降は、同志昇格の産室野球場を、LG ツインズと共用する形で使用している。球団事務所は、球場内にある。2軍の本拠地は、 景気道伊上にし、かやいさごの、ベアーズパークである。1982年に OB ベアーズとして発足。当時の本拠地球場は、大田半馬運動場野球場。野球場の改修が間に合わなかったため、1982年4月4日、本拠地開幕戦は、清州総合運動場野球場で開催された。大田での試合開催は、 同年5月15日からとなった。1985年に円故地をソウル特別市に移転。当初は東大門野球場を本拠地球場として使用。1986年以降は三室野球場を本拠地とした。1999年に OB の都産グループからの分離に伴い名称、変更。都産ベアーズになる。2001年は、 金飲食監督に引きられ韓国シリーズを制覇。その後2002年5位、2003年は7位と低迷した。2004年はゲイリー・ラスの最多価値を取る活躍などで優勝争いに残り、結局レギュラーシーズン3位で準プレイオフを勝ち抜きプレイオフに進出したが、サムスン・ライオンズに敗れた。2005年はサムスン、 SKY バーンズと激しい首位争いを繰り広げ、レギュラーシーズン2位でプレイオフに進出し、ハンファイーグルスを破り、サムスンとの韓国シリーズに臨んだが、4連敗を喫してしまった。2006年は、終盤キアタイガースとの激しい4位争いに敗れ、5位に終わったが、観客動員数は増加し、同じ3室野球場を本拠地としている、 LG ツインズが長く保ってきた1位の座を奪った。2007年は観客動員数1位の座を LG に奪い返されたが上位争いを続け、レギュラーシーズン2位でプレイオフ進出し、韓国シリーズにも進出したが SK に敗れた。2008年は2年連続の公式戦2位となり、プレイオフではサムスンに勝利し、 韓国シリーズに進出したが、2年連続で SK に敗れた。2009年はかつてないプロ野球人気の波に乗り、球団史上を初めて観客動員数が100万人を突破した。レギュラーシーズンでは3位となり、ポストシーズンは、準プレイオフから出場し、ロッテに勝ちプレイオフに進出したが、ポストシーズンで3年連続の対戦となった。 SK の前にプレイオフでまたも敗れ去った。2010年もレギュラーシーズンでは2年連続3位で、準プレイオフでは、ロッテ相手に第1、2戦と敗れたが、第3戦、以降3連勝して4年連続プレイオフ進出を決めた。プレイオフではサムスンに2勝3敗で敗れた。2004年からトサを率いた、金京文監督は、2007年3月に、北京五輪。 野球韓国代表監督に選任され、同国史上初めての五輪野球金メダル獲得に成功した。だが2011年6月、成績不振によりシーズン途中で監督を辞任し、金公主ヘッドコーチが監督代行に就任した。同年は5位に終わり、5年ぶりにポストシーズン進出に失敗した。2011年オフ、一軍バッテリーコーチだった。 金ン朝日アサヒが監督に就任し、ヘッドコーチには、NPB 西部の元監督で、野球評論家の伊藤を務むが就任した。2012年は、レギュラーシーズン3位で2年ぶりにポストシーズンへ、進出したが、準プレイオフでロッテに敗れた。2013年は、レギュラーシーズン4位で2年連続ポストシーズン、準プレイオフへ出場、ネクセンに勝利し、 プレイオフへ、そして LG を破り韓国シリーズへ進出したが、サムスンに敗れた。同年11月金陣朝日監督が解任され、在日韓国人の石山和秀が監督に就任した。2014年は6位で3年ぶりに、ポストシーズン進出に失敗し、石山和秀も監督を退任した。2015年より、金対抗監督が指揮を取り、 レギュラーシーズンでは3位だったもののポストシーズンでは、純プレーオフでネクセンヒーローズ、プレーオフで NC バイノス、韓国シリーズで三世を倒し、14年ぶりの年間総合優勝となった。2016年は、前身の OB ベアーズ時代の1995年以来21年ぶりのレギュラーシーズン優勝を達成し、韓国シリーズでも NC を4勝0敗で下して、 チーム史上初の同シリーズに連覇を達成した。2017年は、レギュラーシーズン2位で、ポストシーズンへ進出、プレイオフで n c を破り3年連続で、韓国シリーズに進出したが、キアタイガースに敗れた。2018年は、レギュラーシーズンで優勝するも、韓国シリーズで SK に敗れ、年間2位で終わった。2019年は、シーズン最終戦で、 SK に勝率で並び直接対決で勝ち越していたため、レギュラーシーズン優勝となり、5年連続出場となった、韓国シリーズで9ムニオン連勝し3年ぶり6度目となる総合優勝を達成した。第1戦からの4連勝でのシリーズ制覇は通算8度目。2020年は、レギュラーシーズン3位で、ポストシーズンに出場、準プレイオフで、LG。 プレイオフで KT に勝利、6年連続で韓国シリーズに出場する、も n C に敗れた。2021年のレギュラーシーズンは4位だったものの、ワイルドカード決定戦で急務準プレイオフで LG、プレイオフでサムスンに勝利し、久保史上初となる7年連続韓国シリーズ出場、及びワイルドカード決定戦からの韓国シリーズ進出の記録を樹立した。 しかし韓国シリーズで KT に敗れ、2年連続の年間総合2位となった。ありがとうございます。